デルナイターです。オデルナナイターです。西武岩見の区オデルナナイターです。横浜市民の皆様に向け横浜スタジアムで新型コロナウイルスワクチン接種を実施いたします。横浜スタジアムでの接種は9月30日土曜日から12月23日の土曜日、金曜夜と土曜の対象日での接種を予定しております。本日の西武岩見の区オデルナナイター、どうぞお楽しみください。さあ続いては浜スタの全試合を多くのカメラ映像でライブ配信するベイクルのお届けするベイクルの中解説、今日の試合はどこを見るのコーナーです。今からベイクル解説者の方に今日の見どころをお聞きしていきます。今日解説 OB の佐伯貴弘さんです。佐伯さん、よろしくお願いします。どうも、浜スタの皆さん、こんばんは。ベイクル解説の佐伯貴弘です。本日も横浜スタジオにご来場ありがとうございます。本日の見どころ、まずはピッチャー大貫選手、ちょっとね、悔しいピッチングが続いてきたが、前回非常にピッチングをして自分で光を出してきました。その選挙をなんとかベースバッターとか、そして